皆さんこんにちは。2007年にプロ転向し、日本人初の10代での PGA ツアー優勝を果たすなど輝かしい経歴を持つ石川遼選手。そんな石川選手になんと隠し子がいるのではという驚きの噂が浮上しているのです。果たしてこの噂は本当なのでしょうか。真相に迫ってみましょう。また最近不調とみられる石川選手の成績についても詳しく分析していきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、感想やご意見をコメントいただけると嬉しいです。まず石川選手のプロフィールを見てみると、2016年に一般女性と結婚していることがわかります。結婚から7年以上経っているので、お子さんがいてもおかしくない年齢ですよね。しかし興味深いことに、石川選手には子供がいないことが知られています。子供好きで知られる石川選手なのに、子供がいないのは不思議だと思う人も多いようです。一体なぜなのでしょうか。ではなぜ石川選手に隠し子の噂が立つのでしょうか。その理由として考えられるのが石川選手のスター性です。石川選手は日本を代表するトップゴルファーであり、メディアにもたびたび取り上げられる人気者。そんな有名人には好き者の噂や憶測が絶えません。特に隠し子という衝撃的な言葉は世間の注目を集めやすいのです。さらに石川選手は非常にプライベートを大切にしていることでも知られています。家族のことや私生活についてあまり語らない石川選手、メディアに対してもプライベートな質問にはなるべく答えないようにしているそうです。そのため石川選手は何か隠しているのではと勘ぐる人が出てくるのかもしれません。ただこうした隠し子の噂について石川選手本人がコメントすることはほとんどありません。噂を意識的に無視しているのか、単に興味がないだけなのかは定かではありませんが、噂に惑わされることなくゴルフに打ち込む姿勢は称賛に値するでしょう。実際のところ石川選手に隠し子がいるという噂に根拠はなく、本人もこれまで一度も認めたことはありません。もし本当に隠し子がいたとしても、誠実な性格で知られる石川選手ならきちんと公表するはずだと考える関係者は多いようです。関係者がそう思うのもそのはず、石川選手はファンサービスにも非常に力を入れています。大会期間中はオリジナルグッズの販売やギャラリープラザでの公開インタビューなどを行い、ファンとの交流を深めています。またチャリティー活動にも積極的で、プロアマ戦やチャリティートーナメントに参加することでファンやギャラリーとの接点を増やし、ゴルフの普及と社会貢献を両立させています。こうした石川選手の取り組みはゴルフ界全体の発展に大きく寄与しているのです。石川選手は後輩選手への気配りも欠かしません。例えば平田憲聖選手をウェルカムで迎え、小学生の頃からの関係を大切にしています。こうした姿勢は若い選手たちのモチベーションを高めるとともに、ファンの支持を得る要因となっています。石川選手の人柄の良さがこうしたエピソードからも伺えますね。また石川選手はファンとの交流を大切にしており、試合後のサインや写真撮影にも積極的に応じています。これによりファンとの距離が縮まり、ツアーの人気を支える重要な要素となっています。石川選手のファンサービスはツアー人気の回復と維持に大きく貢献しています。彼の活動はゴルフ界全体の活性化にも寄与しているのです。特に石川選手はファンサービスのプロである諸星和美氏から多くの刺激を受けています。諸星氏は元光源氏のメンバーであり、ファンとの距離を縮めるための様々なテクニックを持っています。石川選手は諸星氏との共演や交流を通じてファンサービスの重要性を再認識し、それを実践することでツアーの人気を支えているのです。こうした石川選手の姿勢はプロゴルファーの模範とも言えるでしょう。石川選手はプロゴルファーだけではこんなに盛り上がらないと述べており、プロゴルファーの仕事はプレーだけでなくファンを楽しませることも重要だと考えています。彼のプロフェッショナルな姿勢はゴルフファンのみならず多くの人々に感銘を与えています。ファンサービスに全力で取り組む石川選手の姿はゴルフの魅力を広く伝える上で欠かせない存在となっているのです。さてシーズン序盤、石川選手は例年になく不調が続いていましたが、その原因は一体何だったのでしょうか。そして徐々に見えてきた復調の兆し、
石川遼選手の2024年シーズンは波乱の幕開けとなりました。例年なら優勝争いを繰り広げる場面でもなかなか結果が出ない日が続きます。一体何が起きていたのでしょうか。不調の原因、その一つ目はショットとパッティングの精度不足です。石川選手自身こう語っています。ティーショットで右に外れるミスが多かったんです。アプローチでもグリーンを外してしまう場面が目立ちました。パッティングの感覚もつかめなくて、技術的な課題に加え新しい用具への適応にも苦労していたようです。石川選手は2024年から愛用の58度ウェッジに回帰する決断をしました。しかしシーズン当初は62度ウェッジとの間で迷いが生じ、アプローチの精度が低下してしまったのです。用具の変更は時にプレーに大きな影響を与えることがありますね。さらにメンタル面での緊張も大きな要因の一つでした。大舞台で最終組に入るプレッシャー、それがショットに微妙な影響を及ぼしていたようです。石川選手の不調はこれらの複合的な要因が絡み合って生じていたのでしょう。技術面、用具面、メンタル面の3つの課題が石川選手の足を引っ張っていたといえます。しかしシーズンが進むにつれ石川選手に変化の兆しが見え始めます。転機となったのはとある試合での出来事でした。開催前日、石川選手は1時間にわたる特別な練習、通称特打を敢行。翌日の本番では100点と自ら評価するショットを連発し、見事ボギーフリーで65のスコアをマークしたのです。この特打は石川選手にとって大きな自信となったはずです。精神的にも技術的にも良い準備ができたことで本番でのプレーに迷いがなくなったのでしょう。1時間の集中した練習が石川選手の力を引き出すきっかけになったといえます。さらにウェッジのセッティングにも手応えをつかみつつあります。58度ウェッジとの相性の良さを再確認し、ショットに安定感が出てきました。用具の問題がクリアされたことで石川選手のプレーにも余裕が生まれてきたようです。石川選手はこう力強く語ります。結果以上に収穫があった試合もありました。全米オープンに向けて良いアジャストができていると感じています。今季のテーマは不調の時でも高いレベルを維持すること。そこを目指してしっかり調整を重ねていきます。不調を乗り越え着実に調子を上げている石川選手、彼の前向きな姿勢と努力は今後の活躍への期待を高めるものです。全米オープンという大舞台で石川選手がどのようなプレーを見せてくれるのか、ファンの目が離せません。そんな中、先日行われた BMW 日本ゴルフツアー選手権森ビルカップの注目の一戦、石川遼選手の結果はどうだったのでしょうか。 BMW 日本ゴルフツアー選手権森ビルカップ最終日、石川遼選手はこの日8バーディ1イーグル2ボギーの63をマークし、トップと2打差の通算13アンダー、2位タイでホールアウトしました。一方、首位に立ったのは岩田寛選手、最終ラウンド68、トータル15アンダーで単独トップに立ちました。石川選手と岩田選手の2人によるプレーオフは18番パー4で行われることに。1ホール目両者ともパー、勝負は2ホール目に持ち越されました。続く2ホール目、岩田選手はパーを取りました。対する石川選手はここでボギー、これにより岩田寛選手がこの大会の栄冠を手にしたのです。石川遼選手は通算13アンダーの271で2位タイ、賞金1500万円を獲得しました。惜しくも優勝は逃しましたが、石川選手の健闘は賞賛に値するでしょう。8バーディ1イーグルという攻めの姿勢は石川選手の復調を印象づけるものでした。さて、なぜ岩田選手がこのプレーオフを制することができたのでしょうか。プレーオフの2ホール目18番パー4、石川選手のパーパットが外れる一方、岩田選手はおよそ1メートルのパーパットを見事に決めました。岩田選手は優勝会見でプレーオフ勝ったことがなくてプレーオフかと思って冷静でしたと振り返っています。プレーオフの経験が少なかったことが逆に冷静な対応につながり、決めのパットを沈めることができたのかもしれません。一方、惜しくもプレーオフで敗れた石川選手、その敗因となったのがティーショットのミスとアプローチパットのミスでした。プレーオフ1ホール目の18番、石川選手のティーショットは右にそれてしまい難しい状況に。そこから巻き返すべくアプローチとパットでなんとかパーを取りたかった石川選手でしたが、残念ながら両方ともミス、特にパーパットを外してしまったことが響きました。
石川選手はプレーオフが内容のいいホールにできなかった。残念です。ティーショットは右にミスして難しい状況になってしまった。アプローチパットでなんとかパーを取るしかないと思ったが、両方ミスしてしまったと振り返っています。ミスを着実にものにした岩田選手が勝利をつかみ取ったと言えるでしょう。プレーオフでの敗戦、悔しさもあったはずの石川選手でしたが、その後のコメントには前向きな姿勢が感じられました。収穫がすごくあった1週間だったとポジティブに捉えていました。5年がかりのスイング改造に手応えを感じ始めているようです。そして何より次なる目標に向けて意欲を燃やしているのが印象的でした。今自分を信じられると語る石川選手、次なる全米オープンに弾みをつけたいとすでに次なる戦いを見据えているようです。プレーオフという大舞台で惜しくも敗れはしたものの、確実にゴルフへの自信を深めていく石川遼選手、今後の活躍から目が離せません。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。